今日のゲームオリックスが先制して始まりました。その後5回に同点に追いつかれましたけれども、そのすぐ裏勝ち越したというオリックス、背番号34番の姿、そして25番の姿が見えました。2人やってきたというお立ち台です。今日はこの2人になるんでしょうか。吉田正尚、そして西村亮の姿が見えます。もう1人待っているというような雰囲気にも見えますが、どうでしょうか。ああ、もう1人キャプテンが出てきました。背番号4番です。今日は3人揃ってのお立ち台ということになりました。吉田正尚、そして西村亮、福田、この3選手によりますヒーローインタビューです。放送席バファローズファンの皆さん、7月カード勝ち越しスタートです。今日のヒーローは吉田正尚選手、西村亮選手、福田周平選手です。まずは吉田選手、今日は2本のタイムリーお見事でした。ありがとうございます。まずは1本目ですけれども、見逃せばボールかという技ありの一打ということになりました。振り返ってください。もうチャンスだったんで、はい、なんとかボールが当てれるとこ来たら行こうと思ってたんで、まあ、いいとこ転がってよかったです。そして2本目もうまく打ちました。いかがでした。そうですね、少し厳しかったんですけど、なんとか振り抜いたので間に落ちたかなと思います。いや、この7月に入ってから得点圏打率10割です。いかがでしょう。まあ、ちょっと今までが悪かったんで、はい、もう上げていくしかないと思ってやってます。明日は神戸に行きますが、皆さんね、マッチョマンのダンベルを持って応援に行くと思います。そんなファンの皆さんに一言お願いします。明日からホットモット2000、はい、花火ナイトもあるみたいなんで、はい、たくさん来てホームラン打てるよう頑張ります。まずは吉田選手でした。それでは続いて西村選手に代わっていただきましょう。貴重な追加点となりました。ホームランお見事でした。ありがとうございます。積極的に行きましたね。いかがでした。本当にファーストストライクを、自分のスイングをかける、それだけ考えて振りに行きました。いや、見ているこちらが気持ちがいいくらいの当たりというふうに感じましたが、ご本人としてはどうでした。本当生涯で1回あるかないかぐらい気持ちいいホームランだったので、次も、打てるように頑張ります。昨日は途中出場でタイムリーを放ちました。状態というのはどう感じているんですか。毎日、自分の力をゲームで出せるようにやっているので、日々上がっていると思ってます。そんな西村選手はホームお立ち台初めてだと思います。この光景見てファンの皆さんにメッセージお願いします。去年今年と京セラドームでなかなか思うような結果が出せずに皆さんの前でこういうところに立つことができなかったんですけど、今日以降は頻繁に見てもらえるように頑張ります。おめでとうございます。西村選手でした。さあ、続いては福田選手に伺います。今日の福田選手の活躍は順を追って聞きたいと思うんですが、まずは試合の入り、ジャンプ1番素晴らしいプレーでした。いかがでした。はい、良かったです。どういうところが良かったでしょうか。まあ、タイミングよくジャンプもできたので、はい、良かったです。まあ、その流れで1打席目のヒットにもつながりました。あのプレーはいかがでした。そうですね、いいところにボールが飛んでくれたなっていう感じだったので良かったです。はい。そして5回の勝ち越しのチャンスですが、相当気持ちあったんじゃないでしょうか。はい、まあ、その前に僕のエラーから失点につながっているので、なんとか、はい、田島には勝ち投手の権利を与えたかったので、はい、良かったです。見事なタイムリースリーベースとなって、その田島投手に勝ち投手の権利を与えました。あのバッティングいかがでした。良かったです。さあ、福田選手、ここのところ出塁率も非常に高く、これ課題にしていたというふうにおっしゃっていましたけども、そのあたりはどう感じてますか。そうですね、ボールもしっかり見極めながら、落ち着いて打席に立てているので、それがいい結果につながっているのだと思います。さあ、7月はカード勝ち越しスタートということになりました。福田キャプテンから最後に代表してファンの皆さんにメッセージ、そして意気込みをお願いします。はい、この流れで、明日からも、連勝できるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。おめでとうございます。
今日のヒーローは福田選手、西村選手、吉田正尚選手でした。それではスタンドの皆様、今日のヒーロー吉田正尚選手、西村選手、福田選手と一緒に明日の勝利とつなぐ B ポーズを掲げ、心を一つにしましょう。それでは参ります。明日も神戸で超攻撃的に勝ちましょう。 B アグスティン、本日のご支援ありがとうございました。勝利のウォーターシャワーを浴びた今日のヒーローの3人です。今日は福田に勝ち越しタイムリー、この西村が人生一番の当たりだったという豪快なレフトへの今シーズン第1号がありました。そして得点圏打率7月10割という吉田正尚です。素晴らしい今日の2本のタイムリーヒットでした。今のヒーローインタビューをご覧になって、吉田さん、はい、この3選手の表情どういうふうに見受けられましたか？いやいや、あのね、非常に3人とも引き締まった表情でね、はい、まあ、まだまだ我々の持ってる力はこれこんなもんじゃないぞと、はい、いうところでね、もうちょっとこう勝利の後なんで、はい、もうちょっと明るくいくのかなと思ったんですけど、ね。うん、意外と真面目でしたね、みんなね。そうですね。何かこう勝って兜の尾を締めるというような雰囲気もありましたよね。そういう風に私にも見えましたね。はい、やはりキャプテンの福田も話してましたけども、田島に勝ちをつけてあげたかったという思いが強かったということでしたね。うん、やはりね、チームの中で、もちろん福田選手もそうですし、はい、ここにいる3人もそうですけれども、ピッチャーもね、